じゃあその油断してんじゃないかっていうのを牧野さんの中で一つ危惧してるんですね、うん、そう、これぐらいでいいだろうとかちょっとしたサボりだとか、うん、そういうのが出てくると痛い目合うから、うん、今日の相手は己だからな、自分たちだからな、自分たち次第よ。切り替え！今日みんななんかちょっとパニックになってない？まあ監督としてすごく残念、なんでこうなってしまったんだろうっていうのがすごくある。それのテスラが出してるんですよ。左ハンドルだから、はい、納車した時にそれをもうちゃんとついてる。ただこれが監督さんって、はい、どこのチームか、品川の監督でやってます。あ、どうした、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早く行こう、早く行こう。パンパンだね、ちょっとスケジュールが。途中からとかでも、うんうん、極力参加するようにされてるんですか？あ、一応はい、行けるようにはしてますね、うん、ただ地方での泊まりだとかロケだとかっていうところはさすがに行けない時はもちろんありますけども、はい、基本的には行けるようにはしてますね、はい、日本に帰国してそのまま行ったことももちろんあるし、あ、はい、で飛び出しって言って収録終わった瞬間にそのままバーンって出て、はい、うん、試合会場行ったことも何回もあるし、うん、まあ、そんなことしてますよ。まあ、選手も社会人やりながら、うん、まあ、選手をやってるわけですけど、ま、言ったら牧野さんも社会人やりながら監督やってるわけですもんね。そうなんですよ。だからそのうちのチームの理念が仕事も一生懸命、サッカーも一生懸命やりましょうっていうその日本柱なんで、うん、まあ、仕事忙しいって言ったら俺もそうなんで、はい、それを出しながらもやっぱサッカーしっかり真剣にやろうねっていうのはやっぱ伝えていければいいかなと思ってるんですけどね、うん、この社会人サッカー特有のこう両立ってもう慣れました、うん、慣れましたけど未だに理解できないことも多々ありますよ。あ、うん、例えばやっぱり僕らあのチームスケジュールで行くと日曜日が試合なわけですよね、はい、で土曜日が前日練習、はい、ってなったら土曜日の前日練習の前がやっぱり世間でいう花金じゃないですか、はい、で社会人選手たちからするとやっぱ上司の付き合いだとか、うん、向き合い方って金曜日仕事が終わったらやっぱ飲みに行こうじゃないですか、うん、はい、でうちの選手からすると土曜日朝から練習で日曜日大事な試合があるのに、うん、やっぱその花金で上司の誘いを断れない朝まで飲みに行くっていう選手がやっぱりいるわけですよ、うん、僕からすると大事な試合前に酒を飲みに行く、睡眠をなんですか減らしてでもそういうところ行くっていうのは理解できないんですけど、うん、まあでもそれはやっぱりこう仕方ないことなのかなって思いながら今でも、うん、それと向き合いながら監督としてはベストのコンディションで試合に出したい、ただ選手たちも会社との向き合い方とか付き合いがあるから断れないみたいなのもあるらしいですけどね、うんうん、じゃあ一定のカルチャーショックは牧野さんの中であったわけですね。めちゃくちゃありますよ、うん、うん、カルチャーショックばっかりっすよ。ばっかりっすか。マジで。やりましょう。やりましょう。練習です。あぶね。間に合った。間に合いましたね。お疲れです。今日木曜日で、この後に8時、今8時50分、8時15分ぐらいに、大体全員が揃います。それぐらいまでウォーミングアップしてロンドンやります。で、その後に、今日は攻撃と守備の攻防、ゴール前の攻防をやります。でどういう風な守り方をするのかっていうところの守備にフォーカスした練習します。でその後にゲームして、1時間ちょっとかなやります。集中して頭の方もね動かしてしっかりやりましょう。お願いします。今日は守備にフォーカスするんで攻撃側フリーにどんどんとにかくシュート狙いに行ってください。 OK 行きましょう。前に入ってくる選手に対して例えば YOSHIKI が前に入ったらそう、近志が抑える、智也も抑える、で、高弘が一番見えてるんだったら喋ってあげる。で、キーパーもしっかりと喋ってあげる。あまりにもちょっと少ない声がいい。もう一回一つ一つ整理していきましょう。ハイボール状態、はい、はい、中はとにかく人に捕まえるよ、はい、まあ、ちょっと失点の仕方がね、あんまり良くないんでそこだけ修正したいなと思いました。ここ数試合でちょっとそこは牧野さんが気になってたところなんですか、うん、そうね、ちょっと安いね、うん、うん、
もうちょっと奪われ方とか、どこに帰るのかっていうところをもう一度ね整理しなきゃいけないのかなと思いました。はい、例えばえぐられたバックステップして時にやっぱ前向きの方が早いよ、うん、やっぱりで両方見れるのいいんだけど、結局前に入られるとか触られてしまうともうどっちもないから、俺がやってたのはフォワードでフォワード来てで入ってきてこうクロステップで誘導するっていうのは、うん、でもやっぱりこう思った時にこっち側の選手を例えばヒロトとかだったらもう戻さす位置を決めておく、うん、だからもう先にクロステップで止まる。あのスピードぐらいやったら OK、 守備はゼロでいくよ、キーパーも守備ゼロでいくよ、はい、行きましょう、行け行け、いやよく触った、高井のよく触った、そこ閉めろ閉めろ、ゲート閉めろゲート、記事ないもん、みなとも喋ってやるよ、そこそこそこ、守備の選手今日行くよ行くよ、しっかり奪いに行く守備、おーナイスボール、守備はアクションの守備だぞ、相手のミスは待たない、自分たちでボール奪いよ、イエス、そう長いナイス、それそれ、ほら変わったぞ、長い、ナイスナイス、外そっか、今日で終わりか、今週、あ、そうです、土曜日は、土曜日も来れないです、今週の試合、ヒロトさんが来れないって聞いたんですけど、うんうんうん、そうね、かなりチームとしては痛いと思います。やっぱりつなぎ役になってくれるし、うん、アクセントにもなってくれるし、結構このサッカーをする意味では理解してる大きな選手ですから、うんうん、ヒロトがいないっていうのはかなり痛いですよね、うんうん、親戚の結婚式なんで熊本なんですよ、土日両方使っちゃうので、はい、どっちも行けなくてでそれに代わる選手を見つけなきゃいけないし、それが誰にするかって感じですけどね、うん、あれいいね、前の跳ね方、オッケー、ラスト行こう、誰ボール取ってたの、大丈夫です、素晴らしいです、嬉しいさあ、ピンク行きましょう、よしあ、でもチーム意識してちょ変なフォームで蹴った、これまでのテンションね、50だとか、小野寺とか上位とやるテンションで準備しよう、しっかり、一番危険、もしかしたら次の相手はどんな相手ですか、次の相手はね、グラシアっていう相手なんですけど、はい、前半戦うちが 7-0 おー、そうで勝った相手なんですよ、だいぶ圧勝ですね、じゃないですか、はい、だいぶ圧勝だからこそ危険なんですよね、それはどういうことですか、やっぱまあこのカメラが密着し始めてすごくいい相手と連続でやれてるから、はい、選手たちもやっぱそれなりの緊張感とモチベーションもグッて上がってるんですよね、うん、だからそのモチベーションのまんまやっぱ試合に臨まないと足元救われるし、今言ったように前半戦 7-0 で勝ってるだけに、はい、こんぐらいだったらいけるだろうとか、前半戦対勝してるから大丈夫っしょって思ってる、そういうのが一番危険、うん、うん、その油断してんじゃないかっていうのを牧野さんだから一つ危惧してるんですね、うん、そう、そこさえなければ今のうちの実力とかやってるサッカーに関しては間違いなく相手に脅威を与えるけども、そのこれぐらいでいいだろうとかちょっとしたサボりだとか、うん、そういうのが出てくると痛い目合うから、うんうん、自分たちが前半戦 7-0 で勝ってる、もしかしたらいけんじゃないかな、これぐらいでいいんじゃないかなっていうのが一番危険ね、しっかりと準備してトップパフォーマンスでいいコンディションでいきましょう、いい、お願いします、いやどうだったかな、でもなんか入り悪くて、あ、品川が速攻で PK 取られたっていう思い出はあります、前半戦で、まあそれをキーパーが止めて、でそっからっすよね、そっからなんかやっと流れつかめたっていうイメージなんです、ワッカー！
か点入ったんですよね。点入ったけど、実際じゃあその内容的にはそれ以上のあれだったかっていうのは別にそこまで変わらない。もうどっちが先点取ったかみたいな。おい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 。足首どうなったの？いや腫れてる。大丈夫だって。ないよ。俺のな、うん、メールもらった。俺のこれに対しての福田智也、何あの足首みたいなメール来て、うん、大丈夫大丈夫。大丈夫。これ俺と同じタイプ。大丈夫。福田さん怪我したの？え、ちょっと昨日練習でちょっと足首やってます。今日大丈夫ですか？いやいやマジで怪しいっす。怪しいっす。一応テーピングすればなんとかって感じ。いやまあガチガチにやってもらってって感じです。おはようございます。気温も非常にやりやすい、選手たちにとって動きやすい環境だし、で人工芝もね見た感じすごくやりやすいんで自分たちのサッカーができるかなと思います。で、いつも通り自分たちの状況を考えると今日勝って、まあ、前回の、ね、小野寺追いついた勝ち点1っていうのが非常に大きい。今日の試合3ポイント必ず取りたい。で来週取ればもうほぼ自分たちが目標としてきた上で戦える権利をもらえることができる可能性があるから今日の試合がかなり重要で、いろんな背景含めてやっぱりその相手に対してリスペクトを持つことは大事、相手に対してリスペクトを持つことは大事だけども自分たちができるだとか強いっていう、変なね、あの過信みたいなこう変なパワーを持たないようにしっかりと自分たちがやるべきことをやる、強い相手とやるときと同じようなモチベーションとコンディションをねしっかりとピッチの上で表現してください。でいろんなメンバーいろいろ変えたいだとか準備しました。で選手のパフォーマンス含めて今日は、こういうメンバーでいきます。キーパークリーン、はい、でセンターバック友谷近志、はい、で左高弘、右田中、はい、でへそに公平、シャドウに天聖と松、はい、で左が千春、右吉さん、前健人、これでいきます。まあ、天聖に限ってはここ数試合メンバーを外したこともあったし、で彼のそういう変化っていうのは正直期待してました。もともと能力も高いのは分かってるんですけど、やっぱこの夏コンディション崩してたっていうのもあるし、切り替えの遅さとか運動量っていうところに関しては他の選手よりもかなり低下してたっていうのがあるんで一回外しました。悔しかったです。チャンスでもらえた時にはちゃんとチームに貢献できるように頑張りたいです。はい、外した時の彼の目とか行動をやっぱり見てたんですけど、ギラギラしたものがあったし、メンバー外って言った時の立ち振る舞いはやっぱ素晴らしかったですね。声かけもそうだし、俺やってやんぞっていうのをすごい見てろよ監督っていうのがその試合の後のトレーニングからすごくあったんで、うん、チャンスは与えるもんじゃなくて自分で掴むものだと僕は思ってるんで、それは天性は自分で掴んだものだと思ってるんで、うん、今日はまあゴールっていうものもそうですし、その変わった姿をね、点取れなくても変わった姿っていうのを期待したいなと思います。前回の前半戦も思い返してみると自分たちが最初に PK 与えた、あれが PK 取られてたらゴール入ってたらこの 7-0 っていうのが分かんなかった。今日はちょっとこういう話をしたいなと思うんだけど、天才これ何見える？ライオン。ライオン、ただのライオンに見える。なんか怖いっすね。怖いライオン、はい、怖い。こう威圧感のある。威圧感ある、はい、工藤どう？これ何見える？なんかお腹空いてそうな。お腹空いてそう。本当？本当？そんな感じ見える？高弘何人か見える？僕もなんか痩せてる。痩せてる。痩せてるとかじゃない。これは傷を負ったライオン。傷を負ったライオン。ヨーロッパとかのサッカーの指導者がよく表現する例えであるんだけども、まさに今日対戦相手が傷を負ったライオン。グラシアに俺たちは7対0で勝ってる。どういうことかって言ったら大敗した相手、監督が変わったとか、主力が抜けたとか、そうやってかなりチームとして傷を負った状態っていうのはこういう状態だからこそ一番危険ってこと。ヨシさんとか松とか智也とか J リーグでよく試合出てる選手たちはやっぱ大敗した後の相手とかってやりづらいよね。で監督が変わった後の相手ってやりづらいね。まさにそういう相手、今日はうちに対してはすごく変わった姿を見せたいと思ってる。でうちが前半戦と同じように対勝できるって思ったらもう痛い目あるグラウンドの中では。だからこそこの傷を負ったライオンがしっかりと修正したところに対して俺たちはそのデータ以上のプレーを見せなきゃいけない。走んなきゃいけない、戦わなきゃいけない、いいパス出して動く、
これぐらいでいいだろうなっていうのはやめてほしい。切り替えのところ、そのトランジションのところも、こからシュッシュからこうの切り替えのところも相手よりも早くやんなきゃいけない。ロングボール来たら中盤がプレスバックいつも通りする。ボール動かすときも 1,2 歩下がる、スペース作る、チャンスだと思ったら前に出る。こういう一つ一つの妥協なしにしっかりとやっていこう。1点取ったら2点目3点目取りに行く姿勢を今日見せたい。 OK で今日天生がスタートな。天生は俺はメンバー外にした。でこの間ですごく実は毎朝体重とか食事とかいろんなところを気遣ってコンディション上げてきてくれた。俺はだからそういう努力もそうだし、練習でのパフォーマンスを見てやっぱり評価してる、見てる。だから今日は点取ってほしいし頑張ってほしい。自分がやれるところを最大限やってほしい。 OK 期待します。みんなでね、いい試合しましょう。行きましょう。で、天生は後平の脇に落ちすぎないように。でもお前のいいところっていうのはこういうところでタイミングよくパッて間で受けて前向くことだから、はい、それ続けてください。はい、頑張って。いい準備したやろ。はい、期待してるわ。はい、お願いします。いやもう結構この 1,2 ヶ月ぐらい結構、ま、苦しい思いというか結構個人的にももうなんだな、結構、はい、若手組も結構平日からトレーニング頑張ってて、その中であんまなかなか試合絡めず苦しかったんですけど、まあ、せっかく今日チャンス来たんで、あの絶対に、はい、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。はい、ありがとうございます。すみません、あんまいいこと言えなくて意外と口ベタです寝てるけど何回も言ったけども、今日の相手は己だからな、自分たちだからな、自分たち次第よと。メンタルもそう、コンディションもそう、常に矢印ゴールに向かって、でサボるなよ。前半で決めに行くぐらい迫力持っていきましょう。行きましょう。相手のことをリスペクトする必要はあるけども、必ず俺たちの方が上手いし強いし、いいトレーニングしてるし、いいサッカーしてるから、それ自信持っていきましょう。はい、いいよ、勝てる勝てる。はい、行くぞ。よし、オッケー、立ち上がりはね、自分たちのサッカーしてしっかり絶対勝とうよ。はい、ザッカー。よし、でもマジで友也本当は足首やべえって言ってたから、もし本当に広がりが点差が広がったら、え、いやマジでもう正直いろんなプランがあるからちょっと準備はしとこう。うん、よし、ポイント、よし、はい、しっかりチアで最初握るよ、最初握る握る握る、開いたね今。マスクが少し引っ張った、緩いよ緩いよ、真ん中やらすな。先生、待ってるよ。さあ、ナイス、抑え、大丈夫大丈夫大丈夫、やばい、止め打ったぞ止め打ったぞ、危険なとこ、あんなに蹴ってほしい、危なほら、ちょっと緩いな、しっかりしっかりボール握るところとポジション取るところしっかり、トモヤ長いボール来たらそっちブロックして、近しもブロックしてキーパー流せばいいから、そこも声かけて声かけて、うん、自分たちで苦しんでるな。小野寺の方がよっぽど良かった、うん、ちょっともうちょいしっかりやろう、しっかりやろう、みんな、うん、いや、点数いったら高いでしょ。いや、そこ危ない、最悪、天生天生そこダメ、それは絶対で、収める収める、ファールスローいつか取られるんじゃない、逆、うわお、ナイスボール、来たよ来たよ、ないよ、ゴリ立て立て、イエス、うお、簡単じゃないね、1点取るまでが、そんな難しいことしなくていいから、てか自分たちで、自分たち右の選手たちも聞いて、左でクリが2対1作る、地下芯出す、地下芯オープン持つ、高ヒロン出す、パシージョ、もうこれで完結だよ、うん、たったこれだけ、そうそうそう、なのに真ん中に打ち込む必要ないから、
本当に。でそれは自分たちが持って真ん中狙いますだったら引っかかるから、動かしていいから、動かしていいから。行きましょう。後ろで待つなよ、後ろで待つな。おお、しノー転生レフリーノーファール、ヘイ。今日みんななんかちょっとパニックになってない？いやー、正面立てよ。10番やばい。ライ、マジで時間の問題だな、これ失点するの。バツだ、バツ、松がバツ。え、バツのダメ出し交代もうできない。ユーシキか、いや、アベか。テープだって。え、テープ欲しい。松どう？あれ、ガクッ力が入んねえな、あのさっきの変わる合いで変わんない、うん、大丈夫、オッケーオッケー、いいよいいよ、この赤いレギュラー、オッケーオッケーオッケー、お願いします。ボール来るからボール返してもらえるから、うわー、締めてどうするよ、マリオさん、締めてこわ、行こうよ、行こうよ、もうこれでダメだったらもうダメ、ダメならダメで言うて、阿部ちゃんもうすぐ行くから、レフリー入っていい、手入ったよ、手入るよ、まだ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 、トモヤセカンド、近しいファースト、天聖セカンドやぞ、イエイ、あー天聖、スラムが遅いね、スラムが、あー入れ替わった、くれない、いや助かった、勝手にやられた、勝手にやられた、助かった、待て待て待て、うわーよし、一番も来るぞ、一番来るぞ、一番来るぞ、一番来るぞ、ゴーゴーゴー、大丈夫大丈夫、正面で正面で正面で、我慢する我慢する我慢する、焦るな、正面で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 、うわっ、いや高さに滑りいらない、うわっ、グータカグータカ、はい、先生先生、やめろ、ノーファール、ノーファール、いや手切り替えろ、手切り替えろ、人生このままだったら半分で変えてもいいかな、ハリケーンってなんだ、うん、うわやば、声かけろ、ロングボールの処理がやっぱりこのレベルって圧倒的にレベルの差が出るから、例えばロングボール来ます、それをさ1枚だったらさもう止めちゃえばいいじゃん、うん、で流してキーパーだけど、キーパーのまず後ろの声がないっていう、確かに、そう、まあでも多分今クリちょっとナーバスだろ、うん、今良くないゾーン入っちゃったの、内側入れ、そう、おい、おら行ったよ、パスだろ、待つ、来た、田中くん、おっせ、スティア、いやー、田中いいんじゃない、良くなったよね、やっぱり前のボールの受ける位置とかさ、ボールの置く位置がいいよね、入った、いやー、なんでなん、天性は、うん、チャンスものができなかったな、うん、松江どう、変わる、ガチガチにしてくれたら多分もっと踏ん張りきてる、どうする、無理しなくてもいいよ、どうする、ないとね、まあね、そりゃそうだよ、天性交代ね、天性交代、近づいて、マジあのこぼれ、手伝わないで、田中は一番後ろ、楽しみ。
いい準備したよ、はい、期待してるわ、お願いします。結構この 1,2 ヶ月ぐらい結構、ま、苦しい思いというかなかなか試合絡めず苦しかったんですけど、ま、せっかく今日チャンス来たんで、あ、もう絶対に、はい、チームの勝利に貢献できるんで頑張ります。はい、ありがとうございます。インテル勝ってるんで、小野寺勝ってるん、何対何で、やばいね、1-0 で、うん、後半始まってる、え、入れ替わんの俺ら、もしあれだったら、でも、いやでもあっちの方が1試合少なくて今4ポイント差なんで、あ、まあ、はっきり言うけど、はっきり言うけど、まあ何やってんだっていう前半だよね。まあ自分たちが一番分かってると、まあでも終わったことはもうしゃあない。ラッキーだったのは 0-0 ってことね。ラッキーだったのは 0-0、 もう自分たちが、俺が試合前に言った今日の相手は自分たちだっていうぐらい全く動けてない、走れてない、戦えてない、これまでやってきたこと全くできてない。いい、まず栗ね、後ろがもう積木と一緒ね、一番下の一番土台がしっかりしないとチーム壊れちゃう。いい、自信持たないと。ミスに関しては俺は何も言わないけども、ビルドアップのミスに関しては何も言わないけども、やっぱ消極的なプレーがもうこっから見ても分かる。もっと強気でいこう。いい、で後ろもね、智也と近しヘディング返すとこと、ビルドアップ真ん中に返しちゃダメ、ここで返しちゃダメ、もう全部前向きでセカンド全部取られてる、天性も全部取られた、全部取られた、クリアする位置ね。で裏のカードで同じ時間にインテルと小野寺がやってて、インテルが勝ってる。このまま俺行くと相手1試合少ないから入れ替わる。だから俺たちは今日これ落とさない、勝たなきゃいけない。だから残り45分変わった姿にならなきゃいけない。いい、しっかりと自分たちでね勝つ入れていく。で今日は自分たちのパス、ボール動かすこともいいんだけども、誰一人ボール運ばないから、もう少しみんな運ぼう、ドリブル、相手が嫌がることしよう。田中かな、田中はずっと相手に仕掛けられる、ああいうのをもう少し運びたい。パスだけじゃなくてサイドの進入もそうだけども、もう少し相手に向かって運びたい。 OK、 ロングボールばっかにならないように。多分ね、横ひねった感じ、多分膝の捻挫みたいな。1分後話します。あの距離だけ入れて、ちょっと近いです、まあこれで思いっきりやってできなかったら交代、バツだ。はい、変わった姿見せようよ、しっかり、前半と違う姿ね。いい、もう前半終わったから、前半終わったから、しっかりと忘れてまた違うサッカーしよう、俺たちのね、行こう。後半立ち上がりから積極的にもっともっと行こうよ、絶対勝つぞ、ザッツー、行こう、やってこい、運ぶ運ぶ、よっしゃ、キープ、イエス、ナイス、フリーフリー、ワオ、いやナイスボール、いるから、カルカルカル、よっしゃ、カル、カル、頼む、うわー、ねえか、ほえ、ナイス、今ね、一個バウンドがね、待ったのよ、千春、持ってそこでドンって打ちゃいんだけど、もう一個バウンド待ったから、回帰シャドウ、回帰そのままシャドウ、阿部ちゃんとシャドウ、よしき右行くね、で、これ別に流れの中でこうなっちゃっても全然いいし、阿部ちゃん外でもいいから、もう3人がここできるのは分かってるから、ちょっと前の推進力も持ちたくて、あと全部が全部裏とかになっちゃってるから、もちろん裏のボール来て競り合ってセカンド拾うのもそうなんだけども、ちょっと前向きにもうちょっといきたい。 OK、 そう、田中はそこの位置に公平が触れるようになってきた、空いてきたね、空いてきた、いや悪くない、ナイスボール、あの斜めのボール入れるようになったの、でかい、よっしゃ入りすぎ、きっと、あー、ライフリー交代、やばい、狙いのあるミスじゃない、危な、トモヤもどう、トモヤ全然ヘディングできない、足首やってるでしょ、うんうん、だから県内体格のやつが、まあ、あとヘディングできないな、あいつ今日
いやー、ワン、オッケーオッケーオッケー、カルコ、ナイス、いいのあれ、いいのあれ、ナイスよ、ナイスよ、水水水水、よし、いいよ、今みたいに中入っていけ、ナイスナイスナイス、いけいけ、後ろの選手、後ろの選手、もうキーパーのバカ蹴りに対してしっかり冷静にね、落とすなよ、で、セカンドボールの意識持ってね、会議行くぞ、阿部ちゃん行くぞ、1点取ったら変わるから、行くぞ行くぞ行くぞ、誰行く、よっしゃーしゃー、これだよ、これ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 、よっしゃー、サンキューサンキューサンキュー、よっしゃー、おいおい、よしおい、よしよし、ナイスピケ、ナイスピケ、よしき、素晴らしい、よく抑えた、完璧完璧完璧、トラップはやばい、トラップはやばい、ケント回帰、素晴らしい、そのランニング、あ、教え込んで半年、教え込んで半年教え込んで半年いい、集まって集まって集まって、全員の全員の全員の共通意識をも共通意識まとめるから、いいいい、 1-0 で逃げようとすんなよ、2点目取り行け、いい、重たくなるな後ろ、いい、長いで、1対1の距離遠いからもうちょっと詰めていい、で、ゴール前の守備もうちょっと距離詰めろ、後ろの選手で、前の選手たちは2点目取り行く、 OK、 前行くよ、前行くよ、で、カイキも阿部ちゃんもノブもヨシキもいるから、矢印前に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 行くよ、行こう行こう行こう、2点目取り行くよ、行こう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 、うわぁ、なんでよ、ナイスナイス、いやいいよ、はいはい、イエスイエス、ブラーボ、ナイス、来た、イエス、来た、来たよ、アベちゃん、来た、アベちゃん、来たよ、倒れろ、いやトモヤ、近しチャレンジャーの方、しっかりしっかりで、田中、笛鳴るまでやる、寝ない、一緒に見てよ、ちゃんと、イエス、アミちゃん、よし、抜ける、前前前前前前、スピア、切り替え、田中、田中、前前前、下で、よし、下で、下で、中央入られるんだ、下げんだ、下げんだ、うわ、危なっ、危なっ、一回合わせ、いやいや、先へ先へ先へ、はい、先へ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 、なんか気持ちよくないな、なんなんだろうね、これ、うーん、まあ良かったことは勝ったことぐらいだね、寄ったところで、なんかこの感じが俺からすると、うん、ナイスなんだけど、なんかこの笑ってこうやってやる感じが成長できないと思う、うん、これで OK になっちゃうから、うんうん、でもそれはなんか素直に伝えてもいい気がするけど、うん、そういうふうに OK、 お疲れでした、良かった点はやっぱり勝ったとこ、勝ったところ以外申し訳ない、収穫なし、今日はね、各選手必ず試合見ること、試合を見ること、自分がどういうパフォーマンスしてるのか、どういうプレーしてるのかってちゃんと見ること、で残念だったのがやっぱりこのゲームをこの後半戦のいい時、右肩上がりになって自分たちがやってきた完成度高い時にこういうゲームをしてしまったっていうのがすごく残念、まあ、監督としてすごく残念、なんでこうなってしまったんだろうっていうのがすごくある、で俺試合前に言った、まあ、難しくなるって自分たちだよっていうのは言った、各個人で自分が何をしたのかっていうところをもう一度考え直してほしいし、こういうサッカーしてると痛い目食らう、今日みたいな相手みたいなサッカーを上やってくるよ、長いボール来るよ、長いボール弾く、まずそこ弾けなかった、セカンドボール全部拾われた、ボール握れない、もっといいゲームしよう、もっといいゲームしよう、みんなで勝ったことは良かったけどね、ここからたくさんのものを、得たし吸収したし、もう一回みんなで作っていきましょう、最後 OK。
ちょっと良くなかったね。でこれをどうするかだな。疲れが出てきてんのか分かんないけど、ちょっと俺ら今日負けたら地力なくなってたってことっすよ。嘘、多分そうだね。そうだね、そうです、馬力だ。危な、インテルのね結果次第で、はい、ちゃんと俺らからダメなとこダメって言ってあげた方がいいと思う。もうここは良かった、ナイスプレーじゃなくて。勝たなきゃいけないっていうプレッシャーで自分たちが積み上げてきたサッカーができなくなるところが心配。俺たちが今3位で、今日の試合勝てば無条件で次のステージに進める。90分後最後みんなで笑いましょう。行こう。ブラーボ、ナイス、セカンドボール、いやー、ドーン。